今日はとっても綺麗好きなリトルミスタイディのお話です。彼女はたくさんの箱を持っていて、その中にお部屋のものを片付けます。小さい箱や大きな箱、丸い箱や四角い箱まで、本当にたくさんの箱がありますね。でも困ったことが一つ。リトルミスタイディはどの箱に何をしまったのか忘れてしまうのです。彼女はそんな時、みんなに電話をして聞いてみます。私がヘアブラシをどこにしまったか知ってる？ミスタークレバー。ミスターミーン、財布をどこにしまったか忘れてしまったの。ゆで卵はどの箱にしまったかしら、ミスターストロング。そしてついに、ねえリトルミスチャターボックス、私は電話をどこにしまったかな。なんとみんなと話していた電話までどこかにしまってしまいました。ヘアブラシはピンクの箱に、財布とゆで卵は青い箱に、そして電話は緑の箱の中にありました。リトルミスタイディはいつもこんな具合です。そんな彼女に友達のリトルミスチャターボックスがあるものをプレゼントしました。中身はノートと鉛筆。リトルミスタイディにぴったりのプレゼントです。彼女はどの箱に何をしまったかノートに書いていきました。これで忘れても大丈夫ね。ところが次の日の朝、リトルミスタイディは慌てて目を覚ましました。そのノートと鉛筆をどこにしまったか忘れてしまったのです。やれやれ、またみんなに電話で聞かなくちゃ。リトルミスタイディ、ノートはベッドに置き忘れてるよ。